今回は世界時計を作っていきます。脱針機は二軸のトゥールビヨンにしようと思います。3D プリンターでの多軸トゥールビヨンは歯車の減速比が大きくなりすぎないようにします。というのも傘歯車は平歯車と力のかかる方向が違うためたわみやすいからです。ここまでが二軸トゥールビヨンのデータです。言い忘れてましたが、今回の世界時計は球体型です。なのでこの脱針機を核とし、覆うように部品がついていきます。すべての部品を積層式の 3D プリンターで造形できる形状に設計する必要があるので結構大変です。脱針機を覆う骨組みにさらに歯車を配置します。この歯車は時計の針を動かすための歯車になります。球面に沿うように変形した歯車ですが、やっていることは傘歯車と同じです。さらにフレームがつき、文字盤がつきます。表示する都市は世界の都市ランキングから適当な場所を採用しました。それぞれの都市は緯度経度に合わせた位置に配置しています。そしてこの球体を 23.4 度傾け、パイプで土台に接続します。大まかな構造はこんな感じです。それでは実際に作っていきます。
脱信機が止めたのでフレームを組んでいきます。似ている部品が多いですが、組み立て説明書はないので設計データを確認しながら進めています。脱信機に動力供給する軸付きの傘歯車です。内側のフレームが組めました。脱信機も問題なく動いているようですが、予定しているより早いので調整します。調整しました。文字盤を3つつけたところで針もつけてみました。計算は合っているみたいです。ですが組み立て精度の洗礼を受けてきしみがすごいです。一晩かけて修正しました。すべての歯車を少しだけ薄くして、予期せぬ干渉が起こりにくくしました。残りの文字盤もつけていきます。ロサンゼルスとニューヨークは位置が近いので文字盤が欠けた形状をしています。
すべての文字盤を取り付けました。次はこれが刺さる土台を作ります。土台の中は見えないので衣装は適当です。そういえばこの世界時計は自転させるつもりなんです。自転は単純に球体を回転させれば OK という話ではなく、内部の歯車の回転に影響が出てきます。回転とはフレームと動かすパーツの角度差によって定義されるようなものなので、例えばフレームが歯車と同じ速度で回ればフレーム上で回転は作れないというわけです。設計するとわかりますが、あらかじめ脱進機や針への動力を自転の速度を加味した減速比にするのは非常に面倒です。そこで使うのがこんな感じの作動機構です。白いフレームを折り曲げても、その上の歯車は一緒に動いています。作動機構は2つの回転を平均化する機構なので、出力側で速度を倍にすることで回転の合計として扱えます。つまりこの白いフレームの回転を自転に置き換えれば、自転の影響を補正した動力伝達ができるというわけです。動力は掛け時計の時にも使用したゼンマイ自動巻き上げ機構を使います。球体への動力伝達は三重のパイプになっていて、脱進機用、針用、自転用です。完成しました。球体に直接触れずに時刻調整と球体の角度調整ができます。調整つまみは引っ張ることで操作可能になります。作動機構により球体を回しても内部の脱進機や針には影響がありません。パイプを保持する自動調進玉軸器がかっこいいです。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。